皆さんこんにちは、西庵防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。梅雨が来れば思い出す。このチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月30日、地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は 152.31m です。おとついと比べると37センチの下落。ようやく水位上昇が止まったようですが、全然足りません。こちらの詳細については後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の夜9時のデータを見ると、上流の観測所での流入は毎秒7860立方メートルで、三峡ダムは毎秒9500立方メートル。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は毎秒2640立方メートルと推測されます。前回と同様、三峡ダムへの流入は変わらずで、多い状態が続いています。一方、今朝8時の放流量は毎秒1万900立方メートルです。おそらく 36% 程度の発電状況で、12基前後のタービンが稼働していると推測されます。前回よりもだいぶダム放流量を増やしているようです。さて、皆さんは毎秒1万立方メートルという数字をイメージできるでしょうか。こちらは京都高山ダムの放流シーン。この時の放流量はざっくり毎秒150立方メートルほどです。今の時期の三峡ダムは発電放流のため放流流れ方はしていませんが、水の量だけ見るとこのダムの70倍くらいになりそうです。三峡ダムの貯水位について確認しておきます。こちらは去年おととしまでの実績と今年のデータを載せたグラフ。5月に入って予定通り水位は下落トレンド。ただここのところ上昇に転じることに。今朝はようやく水位を少し下げましたが、一連の動きを見ているとちょっと間に合うのか心配になってきました。西庵チャンネル。中国湖南省水文局のデータによると、5月に入ってからの三峡ダムの流入と放流の変化は次の通りです。一定量の放流を22日まで継続していましたが、23日以降全体的に放流を絞り、直近ではまた放流量を増やしつつある模様。この微妙なダム操作が何を意味するのかちょっとわかりません。問題は増やしたその量が今一つパッとしない点。こんなのじゃ全然足りません。具体的な数字で見てみます。先日お伝えした通り、あちらの官製メディアは、6月10日までには最低水位まで下げると、わざわざ宣言しています。毎年のルーティーンのため、おそらくそうするんでしょうが、残り日数は12日ほど。今の時点で、水位の差は7メートル近くあるので、1日60センチくらいは下げないといけないはず。動画の更新頻度は2日に1回なので、冒頭でお伝えしたこの画面では、1メートル20センチくらい、継続的に下げないと、間に合わないことになります。去年よりもきっつい下げ幅です。こういう状況を見ていくと、ひょっとして、間に合わないんじゃないかと懸念している次第です。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、武漢市、企業に、債務早期返済求める。259社公表。ロイターが伝えています。記事によると、中国湖北省の武漢市財務当局は、政府に対して負債を抱える259社を公開し、早期返済を促したそうです。こうした動きは、中国の地方政府の財政が一段と圧迫されていることを示している模様。武漢市の財政は、中国の他の多くの地方政府同様、例の感染症や景気低迷、不動産市況の落ち込みの影響を受けており、第一四半期の歳入は、前年比 8.5% 減少したとのこと。以上、中国武漢市、企業に、債務早期返済求める、259社公表、についてお伝えしました。西庵チャンネルです。今のニュースについて少し。中国の景気が今一つ勢いがないのはお伝えしている通りですが、地方政府の財政はどこも苦しい状況が続いているようです。
そもそも不動産バブルで税収がガッポガッポ入ってきた時期は問題が表に出てくることはありませんでしたが、総量規制でマンションが売れなくなってくると途端に立ち行かなくなったようです。上海や深圳など沿岸部の都市部で稼いだお金で地方政府もギリギリやっていけるという時代は終わった模様。当然中央政府もお金はないので地方政府それぞれで何とかしろというのがスタンス。財政の足しにと今回のように企業の名前を晒して貸した金を返せと迫っているのでしょう。世界の工場から滑り落ちつつあり、アメリカとはたもとを分かち、ロシアとはべったり。これらの状況からあまり先は明るくなさそうです。ダム周辺の月別年間降水量です。5月も終盤となり、出水期まであと2週間ほどとなりました。これから少しずつ雨量が増えていく時期となります。ウィンディーで直近12時間の実績を見てみます。今朝8時までの状況、ダム周辺から上流にかけて長江沿いに雲が湧き立つ様子が捉えられています。重慶市近くの町では26日から28日にかけて大雨となり、工事用の橋が濁流で流される様子がニュースになっています。このため今後三峡ダムへの流入量は増えると思われます。次に向こう1週間の予想を見てみましょう。長江流域の広い範囲で雨雲が広がり、ところによっては強い雨となるかもしれません。またダムよりも西の長江上流地域での雨もそこそこありそうです。視聴者さんから四川省達州市で洪水発生という情報もいただき、梅雨に向けちらほら被害が出始める季節となりました。一方注目されている台風2号については、台湾の南あたりで向きを変えて沖縄周辺を通った後太平洋側へ進む予想となっています。続いて日本、今朝7時までの雨雲レーダーの実績、ご覧の通り広範囲で雨になっているようです。西から次々と雲が流れてきています。昨日九州から東海地方で梅雨入りしたとみられると発表があり、また画面の下には台風2号の外側の雲がちらりと見えてきました。今後の台風の動きに要警戒ですね。三峡ダムの断面を見てみると3つのゲートがあります。今回は一番上にある非常用洪水箱について少しお話しします。名前から想像できる通り、あくまでも非常用に使用されるゲート。上空からの写真でいうとここの部分になります。三峡ダムの場合、飲み口は 180.6 メートルのところにあり、放水路を通って下流側に流されます。通常ダム本体が完成すると試験淡水といって満水まで水をため、ダムに異常がないか、あるいは貯水側の糊面崩壊などがないかなどを確認するフェーズがあります。日本では今大阪府茨木市の相川ダムが試験淡水中で、先日満水に到達して非常用洪水箱から放流されました。その時の様子がこちらになります。正式運用となった後にこの非常用洪水箱が使われる時には濁流が流れることになるため、今後この綺麗な波紋を見ることはないでしょう。後にも先にもこれ1回です。話を戻して、三峡ダムは175メートルまで貯める試験貯水を2010年から開始し、11年連続で実施、2020年をもって無事完了したと大手メディアが報じています。しかしながら当チャンネルの知る限り、一番水位の高くなる180メートル過ぎのところまでは貯水していないのではないかと思います。この非常用洪水箱が使われるときはかなりやばい状況なので、使わないに越したことはありません。もっともいざ使おうとしたときに少しでも不具合がありうまく流れないなんてことになれば、もっと悲惨なことになるでしょう。さて宣伝となり大変恐縮なのですが、ダム探訪電車と徒歩で行くというチャンネルも運営しています。立ち上げからちょうど1年となり、500名の方に登録いただきました。実際に日本のダムを訪問し、その魅力をいろいろお伝えしているので、ご興味のある方は概要欄のリンクから遊びに来てください。西安ツーリストです。三峡ダムの上流側、つまり貯水側には船がたくさん停泊しているのをご存知でしょうか。現地映像の角度だと映らない範囲に、衛星画像だと多くの船が確認できるようです。 Google マップで確認します。右下が三峡ダムの停滞、画面左上の丸印のところ、何か船の塊が見えます。よくよく見てみると、停泊していたり航行していたりする船がかすかに確認できます。
船の塊のところを見てみます。すると、貨物船らしき船がずらりと並んでいることがわかります。ホロがついているので、土砂運搬船のようにも見えます。そして、別の場所も見てみます。こちらは、接岸しているようです。寄ってみると、船の先端は、川岸に接続できるような特殊な船のようです。こちらも、土砂を運ぶのでしょうか。豪華客船ではない、ということだけは確かなようです。実は、今回ご紹介した以外にも、たくさんの船舶が接岸、あるいは停泊しています。物流のために、コンテナ船が通過するという認識はありましたが、土砂などの作業船がこれだけあるとは思いませんでした。